皆さんこんにちは。私たちは金沢市民芸術村を拠点に活動しているキッズジャズバンドベーシックです。本日はギネスコインターナショナルジャズデーにお越しいただきありがとうございます。この日はジャズを愛する日、ジャズの意味を知る日です。金沢では本日を含めて3日間開催されています。私たちキッズジャズバンドベーシックは本日のオープニングをさせていただきます。短い時間ではありますが、ごゆっくりお楽しみください。1曲目にお送りした曲はピンクパンサーリミックスでした。この曲はザ・ピンクパンサーのテーマのピンクパンサーをアレンジしたものです。ソロはテナーサックス、ショツオトネ、ピアノ、牧畑すず。次にお送りする曲は誰もが一度は聴いたことのある曲、Let It Go です。この曲はアナと雪の女王の一曲としてよく知られています。ではどうぞ。ありがとうございました。 Let It Go をお送りしました。次にお送りする曲はブラジルのシンガーソングライタージョルジ・ベン作曲の楽曲マシケナダです。ではどうぞ。
とうございました。マシキラナをお送りしました。ソロはアルトサックス、私大沼美桜。次にお送りする曲はガラッと雰囲気を変えて、ディズニー映画アラディンの主題歌アホールニューワールドをお送りします。アルトサックスの美しいソロにご注目ください。ございました。アホールニューワールドでした。ソロはアルトサックス、高柳由良。次にお送りした曲はソウルバサノバです。どうぞ。
ソロはテナーサックス、佐藤音。ここで少し私たちのバンドの紹介をさせてください。私たちキッチジャズバンドベーシックは金沢市民芸術村で月3回練習を行っています。小中学生を中心に構成されています。他のバンドの方々との交流も行っています。随時メンバー募集も行っていますので、お気軽に声をかけてください。では曲の方に戻りたいと思います。次の曲はティファニーで朝食をで主演女優が歌ったこととして有名な曲ムーンリバーです。三拍子のバラードで美しい曲となっています。ではムーンリバーです、どうぞ。ございました。ムーンリバーをお送りしました。ソロはアルトサックス高柳由良。同じくアルトサックス表あかり。時が経つのも早いもので、次が最後の曲になりました。次はロックアラウンドザクロックです。この曲はたくさんのソリストが出てきてとても盛り上がる一曲となっています。最後の曲なので先にソリストを紹介します。アルトサックス高柳由良。同じくアルトサックス表あかり。トランペット大沼晴信。同じくトランペット山田咲。皆さん本日は楽しんでいただけましたか？これからもユネスコインターナショナルジャズデーまだまだありますので、ぜひお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。
ピッツアーズバンドベーシックでした。コンダクター前田義則先生。